秋晴れの大阪の空の下、2011年9月30日から10月8日まで開催された秋の公文構造展の模様を動画でお伝えしています。皆様お元気でしょうか。ナレーションは私公文構造です。なのできちんとお伝えできるか若干心配なところもあるんですけれども、最後までご覧いただければありがたいなって思います。撮影をしていたらたまたまお客様がこのように個展にお越しくださったところなので、後ろからこっそりと撮影しています。個展があったのは大阪西天満にあります大江ビルジングという大正時代に建てられたとってもレトロなビルの中にある音画廊というところなんですね。ビルの中にもこのように随所に大正時代の面影が残っています。木でできたこういうメールボックスですとか、この家はちょっと閉まっていたんですが、こんな売店もあってとってもノスタルジックです。法律関係の事務所がたくさん入るビルなので、このように休憩室なんかもあります。私は勝手にこの休憩室のことを日だまりの談話室と呼んでいたんですけれども、音画廊の他にももう一軒画廊があったりですとか、このような小学校の廊下を思わせるようなこんなひんやりとした空間があったり、ボンボン時計があったり、アンティークのビーズショップ、そして床屋さんなんかもあったりして、とってもノスタルジックでレトロな雰囲気を醸し出しているビルのこの廊下の奥のここ音画廊で、今回私の個展を企画していただきました。初めてここに伺った時からなんかすごい建物も画廊のこの雰囲気もすごい気に入ったので、個展の声かけをいただいた時にはすごく嬉しかったです。それでは扉を開けて中にお入りください。ようこそって感じですね。はい、そして会場に入ってまず目に飛び込んでくるのがこの赤い作品たちなんですが、これは2011年の4月そして7月に東京早稲田で開催されたレッドチャイルドの作品を一つの壁にまとめて凝縮して飾っています。はい、そしてこれはコンセプトを書いたステートメントなんですけれども、お読みになりたい方はまたじっくりと一時停止してお読みいただいていいと思うんですけれども、まあ、個展というのは基本的にお越しになる方がご自分の感性でご自由に作品をご覧いただけていいと思うんですけれども、さらに深く書き手の思いですとかそういうのを知りたいなっていう方のためにご用意しているものなので、まあ、あまり気にしないでお越しいただければと思います。そんなレッドチャイルドの DM、 そして先ほどのステートメントに使ったのがこちらの3枚の作品なんですけれども、その作品をぐっと近寄って撮影しています。もしかしたら印刷物とかよりも動画の方がこのキラキラした感じとか作品の雰囲気が伝わるかなと思って、このように近づいて撮影していますが、いかがでしょうか。なんか怖いですね、こうやって近づいてくると。キャンバスの雰囲気なんかも伝えるんじゃないかななんて思うんですけれども、真っ赤な口紅がステータスだった私たちのお母様世代の中にある少女の部分、まあ、どんな女性もそうだと思うんですが、年齢を重ねた女性の中にある少女の部分、そういう部分をも感じていただけるかなと思って今回もお持ちしたんですけれども、なんかやっぱちょっと怖いですね。なんかここまで近づくとコラージュの雰囲気も伝わるかなと思います。そしてこちらが今回この個展のために書き下ろした新作なんですけれども、風の子の雰囲気で妖精たちです。なんか震災以降私が重いテーマが書きなくなっていたので、何を書こうかなと思う時にこの妖精たちを書いていて、私もなんか励まされました。そしてここからが2010年の3月に銀座で開催された個展ドレスの作品が数点並びます。今回もお持ちしたんですけれども、リクエストがあったので、なんかインターネットがここまで普及した現代社会に生きる子どもたちがこれから先情報とどういうふうに付き合っていったらいいのか、そういうことをテーマにした展覧会でした。なんか便利で快適になるはずの情報が、もしかしたらそれに子どもたちが翻弄されているんじゃないかなっていう危機感をも作品にしてみたんですけれども、情報という名前のドレスを重ね着した子どもたちが逆に身動きが取れなくなって窮屈になってるんじゃないかなって、そういうことを作品にした展覧会でした。そしてこちらに1枚だけずいぶん昔に描いた作品を飾っています。夏色の風に包まれてという水彩画とコラージュの作品なんですけれども、2002年に神戸阪急百貨店で
やったサンフラワーコレクションという展覧会の DM に使った作品なんですけれども、2002年当時神戸の街は一見は綺麗になって復興したようには見えていたんですが、やっぱり震災のことがどんどん風化していってるなっていうことを感じたので、やっぱり同じ関西に生きる私たちもそうですけれども、全国の人にやっぱり震災のことを忘れてほしくないなっていうのがありまして、チャリティーを兼ねてひまわりばかりを描いた、そんな展覧会の作品を1枚だけお持ちしました。この3月11日に東北の方でも大震災がありまして、やっぱりそのことも私たちずっと忘れてはいけないんじゃないかなっていうことを思ったので、その昔の作品を1枚だけこうやってお持ちしたんですけれども、画廊の方にもこうやって募金箱が置かれています。その横で私がこうやって踊っていたら何の説得力もないんです。なんでこの映像がカットされなかったかと思うんですけれども、カメラを向けられると踊る癖があるようですね。私はこの時間は子どもたちの楽しい笑い声で会場が賑やかでした。偶然なんですけれども、たまたま同じ時間帯に子どものお客様が重なった時間帯でした。とっても賑やかで楽しい会場でした。ポッペがプクプクで目がクリクリの男の子ですね。またこの子たちが大人になって私の個展に来てくれたらなぁなんて思っています。可愛いですね。この子はオーナーの息子くんです。いつか私のモデルになってもらいたいです。この子たちもこの2人もこの会場で出会ったばかりなんですけれども、もうすでに兄弟のような、子供たちってなんかすぐに仲良くなれる才能があるかもしれませんね。そしてこれはちょっと違う時間帯なんですけれども、今回この赤い引き出しなんですけれども、触って感じていただくアートということでお客様に引き出してご覧いただいてたんですけれども、この時間に来たこの可愛い男の子はこの作品を気になりながらも、人見知りなのか恥ずかしがり屋さんなのか、なかなか近づけずに、触って感じていただくまでにかなり時間がかかったのを覚えているんですけれども、とっても可愛い男の子でした。そして私の息子の龍はお客様にこうして抱かれているんですけれども、今回龍も一緒に1週間この会場に何回か行ったんですけれども、いろんなお客様と触れ合うことで龍の人見知りも少しはマシになったんじゃないかななんて思うんですけれども、打って変わってこちらは静まり返った会場なんですけれども、なんか先ほどと同じ会場と思えないような、そんな感じなんですが、こうやってじっくり作品をご覧いただいたりですとか、カメラで撮影していただいたり、なんか絵描きですからじっくりこもってアトリエで一人きりになって作品を描く時間っていうのも大切なんですけれども、やっぱり個展っていうのはいろいろな人の出会いの中でいろいろな発見があったり、やっぱり今後の課題も見つかったり、やっぱり大切だなって改めて思いました。はい、ということでそろそろこの動画もお別れの時が近づいてまいりました。なんか駆け足で早口でお伝えしたのでお聞き苦しかったんじゃないかななんてちょっと心配していますが、いかがだったでしょうか。今回も東京や北海道、そして広島や九州、関西各地、本当にたくさんの方に駆けつけていただいて作品をご覧いただけて本当にありがとうございました。そして今回なんとタレントでアートコレクターの岡健太さんも音画廊のオーナーの呼びかけでこうやって来ていただけて、お忙しい中をありがとうございます。健太さんのブログにも私の作品を取り上げていただいたりですとか、本当にありがたかったです。これは健太さんと私とオーナーのスリーショットなんですけれども、一体何者なのかって感じなんですけれども、もう本当に各地からたくさんの方に来ていただけて、改めて今回も思ったんですけれども、やっぱり私がこうやって書き続けていられるのは皆さんが応援して支えてくれるからだなって改めて思いました。これからもこの感謝の気持ちを忘れないで、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。年明けにはこの音画廊でのグループ展に参加しますし、来年もまたここ音画廊で個展の予定がありますので、その時はぜひいらしてください。また皆さんとどこかでお目にかかる日を楽しみにしています。どうぞそれまでお元気でいてください。10分間の動画でしたが、最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。